天使と格闘するヤコブ。ヤコブ、アラビア語は、旧約聖書の創世記に登場する、ヘブライ人の族長。別名をイスラエルと言い、イスラエルの民すなわちユダヤ人は皆、ヤコブの子孫を称する。ヤコブの発祥、創世記によると、父はイサク、母はリベカ、祖父はタイソアブラハム。ヤコブは、双子の兄、餌を出し抜いて、 調子の祝福を得たため、兄から命を狙われることになって逃亡する。逃亡の途上、天国に登る階段の夢を見て、自分の子孫が偉大な民族になるという神の約束を受ける。波乱に住む、おじら番のもとに身を寄せ、やがて財産を築いて独立する。ニリエサウとの和解を志し、会いに行く途中、や僕側の私で神と格闘し、 勝利したことから神の勝者を意味する、イスラエル、エルの複合名詞の名を与えられる。これが、後のイスラエルの国名の由来となった。レア、ラケル、ビルハ、ジルパという4人の妻との間に、娘と12人の息子を設けた。その息子たちが、イスラエル12部族の祖となったとされている。晩年、長愛した息子のヨセフが行方不明になって、悲嘆に暮れるが、 数奇な人生を送って、エジプトで、ファラオの最小となっていたヨセフとの再会を遂げ、やがて一族を挙げて、エジプトに移住した。エジプトで生涯を終えたヤコブは、遺言によって、故郷カナン地方のマクペラの畑のホラーナに葬られた。ヤコブは四人の妻を持ち、十二人の息子と一人の娘がいた。彼らが、イスラエル十二部族の祖となったと言われるが、 話は少し複雑である。まず、レビ族は、最主の家系であって継承する土地を持たないので十二部族には、入らない。また、ヨセフ族はなく、ヨセフの息子エフライムとマナセを外する、エフライム族、マナセ族が加わることで十二部族となっている。このうちユダ族とベニヤ民族、レビ族以外の十部族は北イスラエル王国、滅亡後に、歴史から姿を消し、 イスラエルの失われた獣子族と呼ばれることになる。すなわち、この意味では、ユダヤ人とは、イスラエルの子孫すべてを指すのではなく、厳密には、ユダ族、ベニヤ民族の二子族に、レビ族を加えた、ヒトラを指す。もっとも、現在は、イスラエル民族全般と改修ユダヤ教とも、ユダヤ人に含む概念が、一般に浸透している。イスラム教の聖典、クルアーンでは、 ヤコブすなわちヤークーブは過去の予言者の一人として登場する。しかしクルアーンにおいてヤークーブは彼自身を主人公とする物語ではなく息子のユースフに関連する物語の中で言及される。クルアーンではユースフの物語は第12章ユースフで1章を用いて詳しく述べられておりヨセフが兄たちによって捨てられ悲嘆にくれるという物語は 共通している。ヤークーブは、愛息を失った悲しみのあまり盲目となったが、神の与えた運命を耐え抜いて、神への信頼を守った。後、エジプトに渡って立身したユースフと再会し、預言者であるユースフのもたらした神の奇跡により、視力を取り戻す。ヤークーブの名はムスリムに好まれる男性名の一つである。ヤークーブの名を持つ代表的な人物は、 曖昧さ回避ヤークーブを参照。ありがとうございます。